東山地震は1976年7月28日3時42分に中華人民共和国河北省東山市付近を震源として発生したマグニチュード MW7.5 の直下型地震である。市街地を北北東から南南西に走る断層に沿って大きな右横ずれが発生し、当時有数の工業都市であった東山市は壊滅状態となった。死者数は 中国発表で約25万、アメリカの地質調査所の推計では65.5万人となっている。天津更新記念碑登山更新記念碑地震は1976年7月28日3時42分に発生した。震源は中華、人民共和国河北省東山市南部で、震源の深さは約1 5トルマグニチュードは7.5。 揺れは14から16秒間続き、1 1 0 0トル以上離れた地点でも勇敢となった。同日中に、県で M7.1 の大きな余震があり、被害、死傷者数が拡大し、本震の揺れで被災しがれきの下敷きとなった人々への救助活動の遅れにつながった。西方1 5 0トルの北京市内でも揺れが強く、感じられ、何度も余震の警報が出されたので、 その度に市民が住居外での生活を余儀なくされるような影響があった。それまで未知の断層であった東山断層という傾斜走行断層の活動により地震が起きたとみられ北北東南南西方向に走る地中断層が長さ 120km にわたって生じ地表にも長さ 8km、幅 30m の断層が形成された。 その最大変異量は水平方向1.5メートル、上下方向0.7メートルに達した。この地震による死者は公式発表によれば24万2000人で、あり、65万5000人に達したという情報もある。これは20世紀最大の地震被害である。少なくとも70万人が負傷した。地震が起きたのが未明の時間帯であったため、犠牲者の多くは、 耐震性の低いレンガ造りの家の下敷きとなって命を落とした。被災による犠牲者の中には日本人もおり火力発電所建設のために派遣されていた日立製作所の社員3人が犠牲になった。地震により東山特別市はほぼ壊滅状態となり北京を含む広範囲で家屋が損壊した。東山市内では未補強の建造物の85%以上が倒壊。 損壊した。土壌の液状化も発生し、砂が噴出して農作物に影響を与えた他、道路や鉄道、橋、ダム、井戸なども被害を受けた。経済的損失は約30億中国元と推定された。当時の中国は文化大革命の真っただ中で、もう東政権の裁判年の時期でもあった。このため、中国政府は自力で立ち直ると、 外国からの援助を拒否した。このことが犠牲者の拡大をもたらした一因だと言われている。また、政府の方針により、被害実態の多くが伏せられたとも言われ、死者の数についても、非公式には60万から80万人、もしくはそれ以上とも言われている。この地震の情報もすぐには公表されず、日本に地震発生が伝えられたのは、地震発生の21時間後であったと。 報道されている。東山市ではこの地震によって14万8000人が亡くなり、重症者は8万人以上に上り、被害は市民の21.2%に達し、住宅の全壊率は94%だった。再建がほぼ一段落するまでの約10年間、外国人の立ち入りが制限されていた。現在は更新記念館が設けられており、倒壊した建物や、 断層の一部が地震遺跡として保存されている。2006年7月28日、中国共産党は、東山市で30周年記念大会を開催、およそ700人が出席して、東山更新記念碑に喧嘩などを行ったと発表した。ありがとうございます。